そしてここから長いボール杉本へというところですが、ここは渡辺剛がついていきました。そして伊藤打っていた。おお、ディフレクション。田中、山中使う。あ、しかし読んでます。渡辺剛です。タッチに出しています。阿部シュートの落とし。そして渡辺剛から前線へのボール。おっと、おっと、払ってですね、少し選択肢がなくなってしまったって感じでしたね。これはターンをする前に潰されました。前でボールを取りました。4番の渡辺。その東、守備抜けてきました。チャンス、山口折り返し。ここ多分センターバックだと思うんですけど、そうですね、内側からのサポートとか思い切ったオーバーラップが出てくると、またなんかダイナミックさが出てきますね。それも岡崎が出てきて、彼がねコンディションが戻ってくれれば、まあそこは一つ奪えるのかなという気がします。岡本が折り返す。ここを経由して大橋。このルーズボールはキーパー。両チームともに強度の高いプレーが連続して出てきます。の攻めになりました。マルティノス1人で仕掛けて前に送り、そして中に入れたボール、ぐーっと流れたヘディングシュートはマルティノス入れた。コーナーキック、あの裏か。さあチャンスになって森重で跳ね返って残した、残した。サイドから小川、浮き球、ファーサイド競り合う、ゴール前ヘディング、決まったか、決まったか、決まりました。 FC 東京勝ち越し。決めたのは4番の渡辺剛。